韓国政府が半導体の工場などで使われる日本製の空気圧バルブに高い関税をかけていることについて、WTO 上級委員会が WTO 協定違反だとして韓国に是正を求める最終判断を示し、日本の主張が認められ、日本の勝訴が確定したみたいだね。これにより、韓国製品と競合のない高性能日本製バルブに恣意的に課税をした韓国の不当さが認められたことになるようだね。おめでとう日本。これで韓国が誠実に是正を行わない場合、日本は対抗措置を取ることが可能なんだって。不当な課税は許せないからね。でもね、分かってはいたけど、案の定韓国政府がこの結果と違う主張をしてるみたいだよ。韓国政府は是正を求められたことには一切触れず、大部分の実質的な争点で協定違反と立証されなかったと主張してるみたい。まさしく、はい、何言ってんの韓国さん、だよね。しかも韓国は、一審にあたる小委員会でも、韓国が勝訴したと主張しているみたいで、今回の上級委員会の最終判断を受けても、韓国政府が日本製の空気圧バルブに関税をかける措置を取りやめるのかどうかは不透明なんだってよ。おかしくない？こんなこと言ってたら、WTO の審議にかける意味がないよね。WTO の判断を完全無視なんてことになると、また大問題に発展するんじゃないの。でも、これもある意味、応募校の条約破棄と同じだよね。決まったことを認めず、自分たちの都合のいいように持っていく韓国の体質。もはやサイコパスとしか言いようがない。まあでも、世耕大臣は、韓国が誠実に是正を行わない場合、日本は対抗措置を取ることが可能っておっしゃられているから、その時は日本側が韓国に対し対抗措置を取るだけだけどね。でも、この韓国政府の嘘ってめちゃくちゃだよね。だって、韓国政府主導で嘘をつくことで、韓国国民は本当の真実を知ることができないからね。歴史だってそう。捏造の歴史、嘘の歴史を子供の頃から学んで大人になるんだから、大人になった頃には、反日思想を持った人間に作り上げられてるんだよね。本と韓国国民が一番の被害者だと思う。まあそれをどうこう言っても、韓国の捏造の歴史や嘘の歴史、反日教育は変わることがないんだけど。韓国国民も自らネットで真実を調べた方がいいと思うよ。真の敵は身内にいるってよく言うでしょ。目覚めなきゃ。でも目覚めないんだろうな。根底に反日思想があるから、いくら真実を直視したところでその真実を認めないだろうね。もうどうにもならないや。何を言ってもどうにもならない気がしてきた。諦めた。